はい、こんにちは。今日はですね、カズベキのですね、ゲルゲッティ三位一体協会に来ています。ここはですね、カズベキの町からですね、ハイキングコースを歩いておよそ2時間かかるんですけれども、自分たちは1時間30分ぐらいでこの場に来ました。今日はですね、ちょっと残念ながらカズベキさんの全容を伺うことはできません。ちょうどですね、正面に見えるですね、とんがった山がカズベキさんです。はい、なんと驚くことにですね、このゲルゲッティ教会前ですね、去年までボコボコのですね、わらちが目立つ悪路しかなかったんですけれども、麓からですね、アスファルトで舗装された2車線のですね、立派な道路がですね、このゲルゲッティ教会までできました。なので、たくさんのですね、観光客がですね、かなりこちらの場所に簡単に、今まではいろいろと難儀して登ってくるのに、それに敬遠してそこまでいなかったんですけれども、とりあえずは今はこのようにタクシーで難なく登ってくることができます。これでは今まではですね、泥道をなんとかヘリカで悪路を登ってくるとだいたい40分ぐらいかかったんですけれども、これだったらですね、普通の車でもですね、20分ほどで登ってくることができます。かなり雄大な光景です。ちょっと残念ですね、このように車で上がってこれる、簡単に上がってこれるっていうのは、やはりこういうところはですね、苦労して登ってくるからさ、価値があるように自分は感じるんですけども、どうでしょうか。じゃあとりあえず教会の方を見てみましょう。こんな感じです。この教会はですね、14世紀に作られて、そのまま補修を重ねてですね、14世紀に建てられたそのものがそのまま残っています。そこにはまた犬がいます。結構今日は巡礼者が多く訪れています。女の人はですね、基本的に教会の中に入るのにはとりあえず髪を隠すように布で覆わないと入ることはできません。今日はロシア人とグルジア人が結構多いですね。で、教会の裏側に来てみました。こちらの方からはですね、眼下にカズベキの街を見下ろすことができます。まあ、ここからの景色はですね、晴れるととても綺麗で、インスタグラムだとか、まあいろんな写真とかですね、世界中で綺麗な光景として取り上げられ、今では世界で有名な観光地の絶景スポットとなっています。で、ちょうどですね、あちらを見渡してください。あちらの方ですね、
あちらの尾根の方をずーっと右からですね、左の方に尾根伝いに行くハイキングコースなんですけれども、あそこはですね、一番最短で上がってくることができるハイキングコースです。だいたいここだとですね、1時間ほどで上がってこれます。そっちのですね、ちょっとぐねぐねした道もあるんですけれども、あそこからも降りることができます。あそこもかなりの急勾配です。そこのですね、ぐねぐね道もですね、なんだか舗装されちゃって、今では難なく登ってこれるみたいですね。とりあえずこちらから見た教会の様子です。教会の中は撮影禁止なので、とりあえず撮影できないんですけれども、昔ながらのグルジア正教の教会の内部と同じです。あそこにですね、今人が立ってると思うんですけれども、十字架見えるあたりですね、あそこから写真を撮るっていうのも一番のおすすめです。ちょうどですね、この教会がですね、教会の背景とカズベキさんを写すなら、あの場所がちょうどよく撮れる場所でもあります。こんな感じですか。こちらが小塔でしょうか。こんな感じでした。とりあえずレポート終わります。以上です。